を紹介します。中村博士、クラッセス、ザ・コージ元道、同じくクラッセス、ザ・コージタコ、ワンダーホーズ、エンワン、ツー、スリー、フォWe'll be right back.
もう二人は聞いたし、嬉しいですよ。もうね、本当に嬉しくて。題名がすごいもんね。そう、本当ね、このふざけたタイトル。ね、あの、まあ言ってみます。今月あの誕生月でもあるんですけども、ね、ライブやろうってなって、久しぶりにやろうよってなった時に、あ、じゃあバースデーライブとか、まあ、今年60になるんで、還暦ライブとか、そういう、いや、ちょっとそういうのは、いや、あれで、なんだかんだって言ってて、酔っ払ったら、あのね、で、それは最初言ってたんだけど、なんだよって、どうしよう、どういうタイトルにしようってなった時に、ザコウジ君、あのね、下手に控えして、ザコウジ君が、なんとかの殿って、いろんな、あれを出してくれたのね。提案をで、それで俺こっちも酔ってたから、その時あの LINE で、 LINE じゃない、メッセンジャーで、で、あれみんなで虎でいいじゃんもうみたいなことになっちゃって、ここで決定です。だからね、でそれでからね、随分経つんですけど、なんかあるためにアップされるわけですよ、みんなで虎をっていう、あのフェイスブックとかね、でおまけに今日ここ、ね、貼っていただいて入り口に、あのね、恥ずかしいございますいいんだよ、本当に恥ずかしいございますけど、本当に、ね、ありがとうございます。もうね、素敵な夜に。愛してるから。あれ、いや、まっか。寸劇を交えずつ、寸劇じゃないのに、うん。まあ、そんなコーナーでね、まあ、また後で喋りますが、次はね、英語を歌います。よく喋れます。すごいね、やっぱね。何やってんの？ペラ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 、もうね。人の手任せで方なんで、人の話は右から左ですよね。でもちょっと見直した。ありがとう。ラーメンの元に、中村英子を歌います。24/7。イエーイ。Thank you.
では、まあ、僕歌います。僕歌ってください。あいうえに。次はね、ブルースをやろうと思う、やろうとしてるんだな。ブルースが、なんだっけ、
Every day I have the blues をやろうと思ってます。これもね、まあ、僕収入もブルースですけど、ちょっとその一回上げてもらった方がいいかも。そので始めます。Every day I have the blues。行きます。新曲のあのキャッシーと何ガールズトーク2曲続けて、あ2曲続けないのかどっちどっちなんだっけ、じゃあ続けません。インスタでタフトーク行きましょうか。
さあ今日はね、本当ありがとう皆さん、本当にありがとう、すごい感謝します。今日は作ってくれてありがとうございます。本当にみんなに拍手じゃあ、あと残すとこ2曲です。1曲、先ほどもちらっと言いました、キャシーとガールストークっていうね、ひとちゃんがね、今いとこさんが娘さんのエリコさんと協力して詩を書いてくれました。ありがとう。今日キャシーさんっていうのも、ね、しかもこのキャシーっていう人のキャシーさん、キャシーだ、キャシーさん、あ、いたでそれでは1曲、80s Disco 踊っていただきたい、もうそういう曲をやりたくて、ね、踊っていただきたい作りました。で結構これいいよね、今何がいいんだよ、自分の子供のいいなんて言ってんじゃないよ。はい、じゃあ行きましょうか皆さん、向こう、奥の仕上げてないですかね、よろしくお願いピース。じゃあキャッシュとガールストーク行きましょうか、聞いてください。Sugar is turning red. Smile.
歌です。君のおもちゃにね、一本思い出したな。
カウント4つで、なんだっけ、おい、じゃあじゃあアンコールにお答えしました、しましたじゃない、しまして、ジャムチャレンジ。ライブとかね、誕生日バースデーライブってね、あれそのすごくやっぱり人のに行くのはいいんだけど、人のに行くのは楽しいんだけど、自分はやっぱりね、ちょっと恥ずかしいな、なんか照れるなと思ってて、でそれでこれに変わったのね、みんなで行くのっていうね、また切ったような、イベントタイトルになって、皆さんどうもありがとう、本当に来てくれてありがとうございます。メンバーの方ありがとうございます。水面下でたくさんいろんな、そうだったのか、そうだぞ、別のメールがあったんだぞ、こんな昼とは思わないんだ、ね、大変だったんだから、そうだぞ、おなおに内緒のメールっていうのがあったんだ、知らないだろ、全く知らないね、本当にね、いやこれはこのままいけるなと思ってたから、お茶を濁した感じがそんなわけはないでしょ、わけはないね、本当にそうだ、すごいくらいこれ白いワイシャツの上にこの今までこれ俺酔っ払ってもこれやらないの、まあ、ありがとうございます、これあのあれ寝巻きにさせてもらいます、あれこっちの夫婦みたいになってるの、えこっちの夫婦みたいになってるトナオです完璧だから私ばっかりだよと、ああ、なるほどね、そうそう、よかったね、よかったね、行こう行こう、いやー、もう感激一つだから、いや、本当にね、神様本当に来てくれてありがとうございます、いやー、喋りだすと泣きそうなんだよね、泣けよ、いや言われると泣かないんだよね、すごいね、あれなのよ、へそ曲がりの天の弱の頑固者一本木っていうのをよく昔から言われる、泣くなよ、うん、一本木ってこれ全然関係ない、これ六本木じゃないし、まあ、言いっぱなしで口からで任せてる方だ、人の話は右から左なんです、まあ、ビッグマスローってね、
曲ないですもんね。今日ね、持ち曲がないの。皆さん、皆さん、食べましょう。終わります。でも酒を飲みましょう。祝杯を、祝杯というか、ビシュを、いただきましょう。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。ね。BGM をお願いします。駆けつけてきたんでっちゅう。